おい、嘘だろ。ブシャうわ、えぐいな。ルカに必要、スカラ必要、ロウを下げて、ルカに、で、あぶねえ、あぶねえ、スカラ。いやー、ルッカン、いや、スカラからだな。ちょっと待ってね。マルティン、カミュー。オッケー。あんなのバカは無視。とりあえず、これ誰だ、カミューか。バイパーファン食らうかな。あー強えな。やべえ、違う。で、うわー、スカラからか、ビオリムからか。スカラ、ベロニカ、そう、全体回復の雨使う。連携、はあ、ラムダ使おう。とりあえずこの4人で体勢を立てな、ちょっとこの4人で頑張ってもらう。とにかく早めにラムダ使って、オート HP 入れて、うわー、オッケーオッケー、関係ない、強い。バイパーファング、毒になれ、ならんよな、そんな簡単にはならんよな。そんでベロニカちゃんはひたすらルカに、いや、これしくじったな。多分グラーゴン本体にはまだ攻撃できないから、右足と左足から行けばよかったっすから。セーニア、強っ、すごく強い。雨乞いして、やめろ、ちょっと待て。おい、なんだよその3回攻撃。その3回攻撃やばくない？もうマルティナ出して、ローからだな。ここはベホイムを自分にかける前にローを生き返らせる気合で来い。よし、で全体攻撃で2人死ぬと。 OK、 死なんよな。 OKOKOK、 うんこちゃんすか。いや、それやられたね、なんだよこれ。こんなの勝てるわけねえだろうが。こんなの勝てるわけだ。そんなの、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。強えなー。
うわ、つえ、マジでつえ。ねえ、これ連携、まあいや最後でいいや。一戦次でいこうもん。キャラメル当てて、当てて。よっしゃよしよしよし、あ、連続攻撃連続攻撃。当てろ当てろ当てろ。グー、運ゲーだかね、運ゲーだかね。もう爆裂剣やめてよ。起きて起きて。え、なんでみんな起きないの、こんなこんな状況で。よく寝てられるなお前ら、特にうんこちゃん、あんたいつまで寝てんのねえ。うんこすやすやで笑うた。ねえ、まだクラーゴンに一もダメージ与えてないの分かってんだけど、うんこすやすやでマジで笑うた。くっす、あーなるほど、自己再生は、なるほどなるほど、 OK、 半分で蘇ると。起きろバカタレ、この野郎は本気で頭おかしいんじゃねえのかてめえ、いつまで寝てんだこの野郎は。いや勝てるって、絶対勝てる勝てる勝てる、こいつが起きればな。もう死んでんじゃねえのこいつ。ね、起きてくださいね。え、俺難しいこと言ってるか。敵の攻撃10発食らったら起きてください、さすがに。うんかす、おい、おうんかす起きろよ。マジうんかすすぎるこいつ。ちょっとうんか、うわーし、ようやく来た。お待たせいたしました。こっからで勝負。いいね、調子上がってきた。よし、オッケー。敵のペースが乱れてきた。勝てる勝てる、お前ら見とけ、絶対勝つからだ。クソ強え、マルティナがマジで。マルティナマジでお化けで、マルティナお化けなんだけど。ちくしょう、あとルカにかければ、ルカにかけて、ルカにかけて、ルカにさえかけれれば絶対勝てる。スカラでマルティナ、ルカにさえかけれれば。火炎斬り、頼む、ルカに聞いてくれ頼む。あー、もう何やってんだよ畜生。うわー、終わる、危ねー。よかったマルティナだった、ギリ。左足、あー両足回復するんだ、だるいね。マルティナ、癒しの雨、おしょけ、ナイス。マヌーサ効かねえかなこいつ。あー間違えて左足にしちゃったよ。なんで左足なん。起きろ、よし、オッケー、ナイス。マルティナ優秀、全体攻撃。グラゴン効かねえかな。よっしゃよっしゃ、全然意味ない、全然意味ない。はあ
ちょっと待って、これ使いたい、これ使いたい、ちょっと、え、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、マルティナ下げて神を出して、え、これいいよね、これ使った方がいいよね、これ使った方がいいよね、絶対な、ちょっとすぐ使うわ、超連携勇者の、はっすげえかっけえ、なにこれ、めちゃめちゃかっけえじゃん、めっちゃかっけえ、いやあああああああ、一回、ああ終わりだよもうよ、つまんねえゲームだ、終わり終わり、あぶねえ、お前そのターンでよ回復してくれよ、お前、お前が死んだらシャレになんないぞ、よし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 、お前が死んだらシャレ、なんなんだよこのゲームはよ、マジ金玉腐ろう、何この金玉腐ろうた、一旦シルビア、デフォイミ、自分、ナイス、デフォイミ自分、一人くら、あーお前一番寝ちゃダメ、お前で、お前が寝たら終わり、お前が寝たら終わり、クソ雑魚が、あーローが死んだら終わる、起きて、よし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 、うわマヌーサマジでかい、てかマヌー早く早くさ、早くあいつ、もう何もしんどけよずっとこいつら、運慶しんどけよ本気で、お前入れ替え、もうせいね絶対よみがえらせなきゃダメ、1秒でも早く、ラス1ザオラル頼む、頼むお願いお願い、願いを届いて、願いを届け、よっしゃお前が生きてればベホイミ使えただろうが今、クソインポ野郎、ナイスマルティナ、オッケーで入れ替えで、一旦セーニャ下げときたい、一旦セーニャ下げといて、もう今だ今しかねえ、攻めろ攻めろ、よしよしよし、攻めろ攻めろ、起きろ起きろ、わあクソ、うんこのバカが魔法の先生持ってんだよあいつがよ、あいつが持ってるせいで使えねえんだ、いつまでたっても寝てやがってこいつ、運慶が起きねえマジで、よし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 、起きろ起きろ、ほら起きろ起きろ起きろ、ほら起きろ、うわ癒しの水の、よーしてめえこの野郎、はあ火炎払いな、まあもう運慶が寝てるせいでもうイライラするマジで、起きてマジで、クソツッコミ入れて起きて、そんでロー、ベフォーミ使える、オッケー使える、運慶、いやー魔法の先生使わなきゃダメだな、やべえ5035か、オッケーナイス、誰と行くか、
火炎払い使ってみようかな。で入れ替えで、行ってみよう。あー、あんま強くねえな。全体攻撃だったら、でも使ってみなきゃ分かんない。オッケー、ナイス、うんこちゃん。ベホイミーセーニャ、うわー、これ眠りだるいな。もうお前ずっと寝とけ。こいつの MP 管理マジ大事だぞ。あー、もううんこが寝すぎ、マジで。シルビア死んでもしょうがねえよな。待って、こうしといて、セイニャ絶対死んじゃダメだから、こうしといて、シルミアの番の待ってきたら、うんこちゃんとセイニャ変えて、うんこ、あ、セイニャ起こせばいいんだ。ロー。シルビア。お前寝とけ。今のうちにゆっくり回復しろ。そんで、ヒップアタック。やっぱルカにかけなきゃダメだな。ルカにかけなきゃダメなんだけど、うわー、氷息つく息だるい。もうちょっとシルビア下げたい。つうかシルビア早く回ってこい。うわー、シルビアに回ってこねえ。ベホイミ使うしかねえよな。マルティナ、よっしゃ。でもうシルビアはツッコミで、うん、あ、違う、ティナローで特技ツッコミ、セーニャ、とにかくセーニャ起こさないと。オッケー、ありがとう。ナイスグラゴン、ナイスグラゴン、ナイスグラゴン。そんでもう、うんこちゃん寝てても死なねえから、こいつ。これなんかじゃ、しぶとさだけは、しぶとさだけはマジで一人前だから。でとにかく回復をセーニャに任せないと。11、あー無理か。あー、ローもういても意味ねえ。あー、だったら今のターンベロニカだったな。しくじった。あ、待てよ。だったらちょっと待ってね。こうして、勝負に出るわ。ナイス、ナイス。いいよ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 。なんだよこのやりくり、このやりくり一体何なんだよ。おかしいだろ。スカラをうんこちゃん。そんでよし、オッケー。そんでルカにグラゴン、下がった、今下がった。うわ、見えて、見えてなかった。もう、あー、マルス溶けた、やばい。もうそれやめてくれ、本当に。もういつまでたっても、いつまでたってもこいつら本当にクズだな。やばいやばい、シルビア死んだ。オッケー、みんな起きた、完璧完璧だ。ゾーンしろ、おい、ゾーンしろよ、得意の。いつまで、しかも全然、あー、黄色勝てる、勝てる勝てる、絶対ぶっ殺す。シルビア、
そんでうんこちゃん、よっしゃ皆さんお待たせしました、ようやく来た、あ、カミュがいねえから使えねえのか、くっそカミュさんいればな、あ、違う、待って、ちょっとシルビアもう死んでいいや、もうシルビアいらねえわ、はあ、クレー、必殺、バックエンゲリー、全ヒップアップ、ヒップアタックと変わんねえじゃねえかよ、おい、ヒップアタックと変わんねえじゃねえか攻撃力。少ない。決めてもらいましょうか、マルティナとローさんに。決めてもらいましょうか、マルティナとローさんに的を演武。さあ行け。見よう。マルティナとローの連携。なんだ。何をしてるんだお前ら。え？あ？え？何をしてるんだお前は、全然強くね、ヒップアタックの方が強いじゃねえかよ、おいふざけんな、敵にお前ふざけんなよ、これよかったよかったよかった、ちょっと待って、ふざけんなお前、敵にお前隙を与えるな、バカだね、そんで死ね、いい加減にしね、ちょっと待てよ、死ね、おい待て、俺はやめろ、ヒップアタック、死ね、お前 HP いくつなんだよ、死ね、よーしよーし、6000かよ、危なかった、あー1ポイント足らね、あ、攻撃魔力と回復魔力が上がらないってことはやっぱり武道家タイプなんだね、ローは非常にバランスよく、ベホイム、ベホイムってベホイミの上位互換か、せいにありがとな、ちょっとレベル足んねえな